はーい。川崎の昔話。今日は第5話。さらさら山。昔、大山街道べりに、百姓夫妻と二人の姉妹が住んでいました。姉は、 繊細の子供だったので、ママ母は妹は可愛がって、姉をいびってばかりいました。姉は痩せた体をまめに動かして、朝から夜まで、夜遅くまで、やれ畑、やれ薪割り、 やれ、風呂を水と働かされていました。妹は丸々と太って何もしないでぼやーっと暮らしておりました。ある年の秋の夕方でした。ママ母は姉に妹がまだ けってこんはよさがしてこい」といいつけました。姉はかみっぺらのようにうすくなったわらぞうりをひ引きずって妹をさがしにでかけました。妹はじぬしのうえであそんでいました。 おっかが4ドルでハエをかえらんか。妹は姉と歩くのを嫌ってさっさと先へ行ってしまいました。すると向こうから下に下に下にという 掛け声とともにお殿様がおいでになりました。甲斐の国から江戸へ向かっているお殿様です。百姓たちは地べたに頭をすりつけて迎えていました。妹はそんなことを知らんかのように突っ立って。 お殿様の行列を見ていました。この無礼者、貴様は何者じゃ先頭の武士が怒鳴りました。妹はまごまごしていました。心配になった姉は恐る恐る武士の前に 近づき、はいこの村のもので私の妹でございますどうか許してくだされと幾度も幾度も謝りましたするとその姿をお殿様がご覧になってその姿を 姉とやらに申すひ,たひとつ歌読みをしたら許して使わすと言いました。殿様は家来に命じてお盆と皿と塩と松を用意させお盆の上に皿をのせ その上に塩と松を置いて、これを組み合わせて歌を作ってみよう、と言いました。姉はお殿様の前に立って、盆皿らさら山に雪降りて、 ゆきをねにしてそだつまつかな」とよみました。おとのさまは「うんかんしんなむすめじゃ。ゆるしてとらすぞ。ほうびもしんぜよう」といってたくさんのほうびをあねにわたしました。 姉は喜んで家へ帰り、おっかに話すと、おっかはにこりともせず、妹に向かって、何をぼやぼやしとるんじゃ。なんで歌を読まんかったんじゃ。と怒ってしまいました。それからいくつきかたちました。 お殿様が江戸から国へ帰るという知らせが村に入ってきました。いいか、今度はうまくやるんだぞ。あんな小じき娘にできたんじゃ。おめえにできんことはない。とおっは妹に言い聞かせました。 その日、姉は、家の中に閉じ込められていました。妹は、お殿様の行列を待ち構えて、道端に突っ立っていました。レイモノ、何者じゃ妹は、きょとんとした顔つきで、 歌読みすんから勘弁してくだされと頼みました。いつかと同じようなお盆と皿と塩と松が並べられました。これ,だこれで歌を読んでみ、武士はきっとい。 妹をにらんでいました。妹は、ボンサラやサラサラ山に雪降りて、サラを根にして育つ塩かなと読んだのです。それを聞いたお殿様は、顔を赤くして、 このバカ者め、そりゃ、歌ではない、と叱りつけました。妹は真っ青になって家へ逃げて帰ったということです。おしまい。